Toi toi harukana mukashi. Hikari no kyojin no densetsu ga tsutawaru mura ga atta. が闇の魔人たちの暴れるままになっていた頃、いずこからか光の巨人が現れ、闇の魔人と激しい戦いが繰り広げられた。 魔人を倒し、地上に光を呼び戻した光の巨人は、使命を果たして山々の奥に消えた。その後、麓で暮らすようになった人々は、遠い昔の光の巨人が今なお山奥のどこかに眠っていると信じている。 手に入れたぞ。闇凪の剣、これは何だ。 訓練機アルファS5号マドカです。どうぞ。卒業テスト飛行のお祝いにゲストのゲスト。マドカ翼訓練生に告ぐ。お祝いパーティーの準備はできています。スープが冷めないうちに直ちに帰還しなさい。光レーサー？所定のコースを終了。なんですよ。ラジャー。やった。よくしょ。 ちょっと飛ばしてる。タイム発見。オートレーナー飛んで。オートレーナー。くそー！くそー！くそー！
何が。くっ。アムヘイ。何かが来る。突き刺さってた。多分もう死んでる。アムイ、お前よくこの男を見つけ出したな。夢の中で感じたんだ、何かが来るって。夢中で走ってたら見つけたんだ。アムイ、他には。他にってこのものの他に何か見なかったか。うん、オサノの予言が現実になったかもしれぬ。闇の怪獣の現れし時、光の巨人が復活する。光の巨人を復活させてはならん。ドウラマグマ様、光の巨人とは。我ら闇の支配の前に立ちふさがる邪魔者だ。すでに怪獣は来たれに。オンバザラドグラマグマアーマンタラハヤ、オンバザラドグラマグマアーマンタラハヤ、逃げろ。ダイダラ、あ、この怪獣を操って村を襲え。仰せのままに。オロチ、え、村をことごとく破壊せよ。一人も生かすな。やって、光の巨人を呼び覚ます者を生かしておくわけにはいかんのだ。ひえ、あなたをここへ連れてきた。アムイ、オイラ、オイラ。残念だが、あなたの乗ってきた鳥はもう助からない。鳥？そうか、訓練機が。どこから来たのか。どこからって、いきなり異常気象の中で怪獣に出くわして。そうか、ワープしたのか。怪獣？やはり。おた！見たこともない大きな獣が村に向かってきています。何？やめろ！おお！おい、姿ろ！早く石を詰め、急げ急げ。皆の衆、落
ち着きなさい。落ち着きなさい。獣はオロロンたち先森に任せて、私たちはひとまず山に避難する。体重は僕が連れてきたようなものだ。大丈夫なの？この体で。心配ない。一緒に戦おう。兄ちゃんの名前は？マドカ、マドカ翼だ。あなたは十分引き付けてから迎え撃て。
私の村を。何者だ。旅の者だ。あの獣は俺が仕留める。一人じゃ無理だ。やってみなければならん。なんだ。いや、そうか。行くぞ。村のことは俺だぜ。あかんは手つけられへん。ね、だったら山に逃げよう。ドアを。アムイ、ここは危険だ。オサのところまで走るぞ。みんな、一旦山に逃げるんだ。これは母から聞いたスパークレンスに出る。僕が連れてきたんだ。慣れるものなら。人は完全に蘇ってはいないと見える。ならば今のうちに、ゴンバザラドグラマグマサタンバヤマニハラヤ、ゴンバザラドグラマグマサタンバヤマニハラヤ。ドブンフよ、光の巨人を蘇らせぬようことごとく破壊し去れ。闇が空を覆っていく。さあみんな洞窟の中へ。アムイ大丈夫か。オロロすいません、不覚を取りました。とても我々の力で迎え撃てる怪獣ではありませんでした。アムイが、オイラ見たんだ、巨人が村を守って戦ったの。まことか。本当だよ。夢でも見たのじゃろ。アムイはわしらは見えなかったぞ。そりゃ見えんかった。アムイは嘘を言う子じゃないわ。大地、私たちは山に遮られて見えなかったのよ。きっとアムイの言ってるのは本当です。わしも見たね。怪獣が現れるとき、光の巨人が現れる。予言は誠になったが、一体誰か。そうだ、旅の狩人は火星に力を貸してくれました。あいつではないでしょうか。かっこよかったよ。
真の勇者だ。巨人を呼んだらきっとあいつに違いないよ。俺のことを言っているのなら違うぞ。あ、そうか。大丈夫？ああ、どうにかな。先森たちから聞きました。危ないところを力を貸していただいたそうで、お礼を申し上げます。いや、礼には及ばない。あなたのお名前は？マホロバ。マホロバ？かっちょいい。巨人を目覚めさせたのはこいつだ。マドカが？俺が持ってきたこいつで。そうだな。ああ、マドカはこれを使って巨人になれた。なぜだ？僕はここより遠い未来から迷い込んできた。怪獣に遭遇して。ええ、僕の父マドカ大吾はかつて光の意志を継ぐものでした。この神器は父が巨人になるときに必要なスパークレンスというものにとてもよく似ている。スパークレンス？ええ。だったらマドカがまた巨人になってボイラーたちの里を守ってくれればいい。そうだ、頼むわ。力貸してくれ。頼む。できることならそうしたい。だけど父はかつて巨人でいるより人間でいたいと願ったことがある。その迷いが今僕の中で戦っているんだと思う。巨人になりきれない。それは僕が父の記憶遺伝子を継いでいるからだ。ひょっとしてマホロバなら。俺はただの旅の狩人だ。そんな力は授かっていない。リザルの巫女、こうしている間にも闇の魔人が来るかもしれない。予言に何か巨人復活になれるものの手がかりは？予言によればこの里におるものとある。おるというだけなら今ここにいるマホロバもマドカもそうであろうが、まことに里におるものが里で生まれ育ったものを指すなら。ティグルーだよ。ティグルー？うん。人間の力を超えた能力を持つ者たちだ。空を飛び、獣よりも速く走ることもできる。ティカ！あの音は？ティグルーだよ。雨の飛ぶ鳥の音だ。遅かったか。ただならぬ気配を感じてきたが、これだったか。リド、飛びたか。山を崩せ。巨人の隠れた山はどこだ。あいつにやられたのか。ん？あれは何だ？奴らの生き残りか？敵は取ってやる！待て！早まるな、そちらか！またお前か。確かこっちだ。
事だったか。おう、お前たちこそ。他のティグルーは修行中に遭難した。自力で脱出してくるだろうが、俺たちは村の危険を感じ取って一足先に引き返してきたんだ。あれは誰だ。勇士マホルバや。めっちゃ強いで。マホルバを見殺しにするの。しゃおい待て、ここはティグルーに任せてくれ。スパクロアイダだろ。いつものようにキリキリ前させやれ。そしたら俺はこいつだ。バウンオンマッサー。アイダだろ。怪獣に雨雨来るよ、来るんだ。何が。闇の魔人が。なんだって。アムイ、トウヤ、アムイを頼んだぞ。魔人が来る。僕は先に行く。連れて行け。アムイをきっと役に立つ。マホロバとオロロンたちが、それに闇の魔人が迫っているようだ。僕はもう一度巨人になってみる。迷いを振り切れるかどうかわからないが、やれるだけやってみるつもりだ。アムイ、アムイ、かわいそうに来る魔人が来る。イザレの巫女、ティグの紋章がアムイの覚醒を助けるだろう。じゃあ今私は確信する。アムイこそ真の光の意志を継ぐものだと。
僕が相手だ。魔女か。
やったな。いや、信じられないよ。真の勇者はお前だ。よーし、みんな俺たちの勇者を称えようじゃないか。よっしゃなんだ？あんたとは初めて会ったような気がしない。俺もだ。姉さんとそっくりなんだ。冗談はよせ。わかるぞ誰が信用するものか。だってほら、きっと光姉さんも信用しないだろうね。お前は私の子孫なのか。多分ね。まどかはずっといてくれるよね。そうもいかないさ。さって戻れないだろ。まどかの鳥はもう蘇らせてみせるよ、あの山の巨人のようにね。寂しくなるな。僕にだって待ってる家族はいるんだ。遥かの地になってこの里はティガの里と命名されることになる。ティガの里の遠い記憶はこれから数十世紀にわたり人々に知られることはなかった。夢を見ていた遥かな国の夢を見知らぬ景色どこか懐かしくどこまで歩き続けるこのまま道の向こうに僕たちが行くべき場所へ着く。